所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根弘樹です。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて今日の番組は、ライフラインで長年バイブルコーナーを担当してくださった羽鳥明牧師の追悼番組をお届けいたします。羽鳥明牧師は去る4月10日に96歳で天国へ旅立ちました。その歩みは、16歳の時にキリスト教信仰を持ち、大学を卒業後教師を経て牧師となり、ラジオテレビから聖書のメッセージを語り続けてきました。このライフラインの番組を続けて放送することができた背景に、羽鳥牧師の思いが大きくあります。番組ではそんな羽鳥牧師を偲び、生い立ちやライフラインへの思い、また番組で語った聖書のお話を紹介していきます。それでは今日もライフライン、最後までご覧ください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。去る4月17日、千葉県市川市にある山崎製パン総合クリエーションセンターで、日本におけるキリスト教放送に大きく貢献した羽鳥明牧師の葬儀が執り行われました。会場には日本全国、また海外から羽鳥牧師を慕うおよそ700名の参列者が集いました。日本のキリスト教の歴史の中にも特筆されるべき偉大な器であられる羽鳥先生のご葬儀にあたりまして、葬儀の式式には羽鳥牧師が闘病していたときに、ピンチヒッターとしてキリスト教ラジオ放送の働きに加わった村上信道牧師が立ちました。またお別れの挨拶では、羽鳥牧師の働きをきっかけにキリスト教信仰を持ち、その後牧師となり、番組のバイブルコーナーも担当するようになった原田則夫牧師が羽鳥牧師との思い出を語りました。そして式の終わりには、遺族によって神様への賛美が捧げられました。今日は去る4月10日に天に召された羽鳥明牧師を偲び、番組をお届けしていきますが、まずはじめに羽鳥牧師がライフラインのバイブルコーナーで語った聖書のメッセージをお聞きいただきたいと思います。私は今日新約聖書のヨハネの福音書14章27節をお読みして、皆様と一緒に味わってみたいと思うのです。お読みいたします。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。今の時代は簡単には平和とか平安とか私たちを訪れません。しかし人類の
救い主、救世主と言われているイエス・キリストが、心を騒がせないがいい、恐れないがいい、私は平安をあなた方に残します、私は私の平安をあなた方に与えます、世の与えるものとは全く違いますと言ってくださるのです。なんという力強い慰めに満ちた言葉でありましょうか。イエス様はまず第一に私の平安を残しますと言われました。どういう意味でしょうか。神である方が 100% 人になり、イエス・キリストになってこの世に来て十字架にかかられます。そしてそこで人類に代わって裁きを受け、神様に捨てられて血を流し切ってお死にになります。イエス・キリストはその死の代償として私たちに永遠の平安を遺産として残してくださったのです。イエス様は言われます。私の言葉を聞いて私を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様が死と引き換えに残してくださった遺産によって私たちは罪から救われ永遠の平安を得るのです。第二に、イエス様は私はあなた方に私の平安を与えますと言われました。イエス様は十字架にかかって死んで3日目によみがえりなさいました。そして天に昇り、神の父なる神の右に座して今も生きていらっしゃいます。神様としてのすべての権威と力を持って、私たちが苦しんでいるとき、困っているとき、傷んでいるとき、悩むとき、お祈りすると打ては響くように私たちにその平安を送ってください。思い煩い何事もでも祈りによって神様に申し上げるがよい。そうしたら人の思いに優る神の平安があなた方の心と思いと満たしてくださると聖書に約束していますように、私たちが神様の平安、イエス・キリストの平安を心と思いで満たしていただくときに、それは私たちの人生の力になります。信ずる力、祈る力、愛する力、待つ力になるのです。そしてこの平安の力によって私たちは命の道を、勝利の道を歩むことができるのです。羽鳥明牧師の聖書のお話をお届けいたしました。この羽鳥牧師が語った聖書のメッセージですが、これはイエス・キリストが十字架につけられる前に弟子たちに語られた言葉からのメッセージでした。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますと語られましたが、このライフラインの番組のコンセプト、あなたの心に安らぎと希望をとしているのは、この聖書の一節に由来しているんです。次に羽鳥明牧師の生い立ちを紹介した VTR がありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。羽鳥明牧師は1920年、群馬県高崎市に父耕作、母琴の長男として生まれました。育った家庭は争いが絶えず冷たく暗い環境でした。少年時代、羽鳥牧師は父を殺したいほど憎んでいました。そして自らも何のために生きているのかが分からず、寂しさや虚しさの中で自殺を考えていたといいます。私は16歳の時に争いの絶えない家庭に住んで本当に寂しい思いをし、何のために生まれてきたのか、何のために生きるのかわからない、どんなに考えてみても私の心の中にも力も希望もない、生まれてきたことを呪い、父を本当に父が悪いからと思って殺したいほど憎んだり、神様仏様をデクノボーと呼んで拒絶したり、そういう青年でした。自殺未遂もしました。そんな中、羽鳥牧師は中学校でクリスチャンの同級生と親しくなり、
キリスト教会へ足を運ぶようになりました。それが羽鳥牧師の人生の転機となりました。ところが十字に連れられて田舎の教会に行って、生まれて初めて私を愛して、私の罪の身代わりで十字架に死んでくださったキリスト、三日目によみがえって今も生きて私を許し生かし永遠の命を与えてくださるキリストのことをおばあさんの宣教師に聞いたんです。30分40分と話を聞いているうちに、その話がみんなスル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 私の心に入ってきたように感じました。その時私は不思議な思いに心を打たれて、このおばあさんが言っていることは本当だと思いました。何のために生きるかわからない自殺まで仕掛けた私が、この神と人とのために生きる喜びを味わうようになりました。そして物の見方が変わったんですね。父親が憎らしい殺したように憎んでいたのが、父親を愛したり祈ったりすることができて、お前と同じ神様を信ずるよと父親が病床で言ってくださった時の喜びを忘れることができません。本当に信じて従う時に神様と共に働くことができるという恵みを味わわせていただいておるんですね。イエス・キリストを自分の救い主であると信じた羽鳥牧師は洗礼を受け、クリスチャンとしての人生をスタートさせました。そして1950年、バーネット宣教師の勧めで牧師になるため、アメリカにあるフラー神学校に入学しました。在学中、羽鳥牧師にさらに新しいチャレンジが与えられました。それはアメリカでの最初の日本語ラジオ放送、ジャパニーズゴスペルアワーで、戦後生活に困窮しているアメリカ在住の日系人に向け聖書のメッセージを語ることでした。番組は大きな反響を呼び、アメリカ各地の放送局での放送へと展開していきました。そして日本に帰国した羽鳥牧師は、アメリカ人宣教師らとともに日本で民営化されたばかりのラジオ放送に着手しました。それが現在テレビ番組ライフラインも制作している太平洋放送協会となりました。羽鳥牧師は16歳の時、生きる意味を見失い自殺を考えました。しかし同じクラスのクリスチャンとの出会いによってキリストと出会い、その後羽鳥牧師を信仰へと導いた宣教師の援助を受け、アメリカで牧師になる学びをしました。帰国後は日本の放送民営化に伴い放送開始の手続きを進めていたアメリカ人宣教師らとともに、日本でのラジオ番組の制作と放送の働きを始めました。今もこのラジオ番組は世の光として日本全国のラジオ放送局から放送されていますが、60年以上続いていますので長寿番組と言えるのではないでしょうか。また羽鳥牧師はテレビ放送が普及する中、テレビ番組にも関心を持ち、1989年からは毎週お茶の間にキリストの福音をお届けするこの番組ライフラインの放送が開始されました。テレビは多額の制作費と放送料がかかるということで、羽鳥牧師は当時住んでいた自分の家を売却しテレビ基金を設け、今このライフラインも28年になりますが、制作に必要な機材も与えられ放送し続けることができています。最後に羽鳥牧師が亡くなる2週間ほど前に家族によって撮影された映像をご覧いただきたいと思います。神様、あなたの恵みによって私たちから新しい命を与え、新しい人生することができます。というように私は16歳の時に罪に目覚め、罪を恐れ、罪を悲しみ、そして神様の恵み、神様の救い、神様の本当に新しい生活を経験するようになります。
私たちの子供の時に私たちが悪いことをするってことあんまりしません。悪くないと思ってやってます。しかし本当にイエス様の十字架の光の前に私たちが思い切って神様お許しください、神様新しい人生与えてください、そういうふうに悔い改めてクリスチャンになります、ね、私たちは神様が身代わりとなって十字架にかかり私たちのために救いを与えてくれた、そういうことを私が本当に心から16歳の時に受けました。本当に神様に従って新しい人生を送ることができる、そういうふうに気づかれました。もう少し天国近いという状態でも、お話をするときに神様が力を与えてくれた。私がだんだん頭が悪くなったり話ができなくなったりいろいろで大変ですけど、しかし神様が私を罪を贖ってくれた、神様が私を救ってくれた、神様が新しい喜びの生活を与えてくれた。羽鳥牧師は最後まで熱くメッセージを語り安らかに息を引き取られました。最後に村上信道牧師に羽鳥牧師への思いと聖書のメッセージを語っていただきます。おはようございます。村上信道です。今日は敬愛します羽鳥明牧師を忍び特別番組を放送させていただいております。羽鳥牧師はキリスト教会にとってはジャイアンツとも言うべき偉大なお方でありましたけれども、幸いなことに私も個人的に羽鳥牧師のご影響を受けさせていただいて、私は本当に羽鳥先生を心から尊敬するものの一人なんですけれども、先生にとってはですね、大好きな賛美歌がイエスは我が命というのがあるんですね。イエスは我が命また喜び全てのすべてぞ我にとりて、イエスキリストこそは私にとってすべてのすべてだというふうにもういつも先生おっしゃるんですね。でそれはもう16歳の時、それまではもう自殺未遂をするほど人生に、愛想を尽かして苦しんでおりました。そういう人生からイエスキリストに出会うことによってその人生が全く変えられて、こんな喜び、こんな平安、こんな希望で生きることができるなんてなんて素晴らしいんだろうということを経験してですね、生涯その喜びをずっと持ち続けておられた先生なんですね。そしてご自分が喜んで感謝だというだけではなくって、この素晴らしい喜び、この救いを一人でも多くの人々に何とかお伝えしたいっていうのが先生の中にいつもあった熱い思いなんですね。ですから福音放送を始めるというきっかけも何とかしてイエス様のことを一人でも多くの人々に電波を通ずることによって多くの全ての人たちにこのことをお伝えすることができるということがそのきっかけであったというふうにも言うことができると思うんですね。で先生はこの番組を通してお話をするというだけなくて、先生自身の生き方にですね、本当にイエス様を信じるということはなんて幸いのことかということを人々にこう見せる、感じさせる、そういうものがありましたね。ですから放送を通してでありましても、おはようございます羽鳥明ですって声かけて話しかける、その声を聞いただけでなんか元気が湧いてくる、勇気が出てくるというふうな方々が起こされるほど、そしてイエス様自身の素晴らしさを先生に触れることによってですね、
先生の人格、先生が人々に対するその何て言いましょうかね、取り扱い、そういうふうな全てを見るときに、本当にこの方が信じているイエス・キリストという方は素晴らしい方なんだという、誰もが幸いな素晴らしい人生を歩むことができるんだということがこう分かるっていうか見えるっていうか、そんな感じを与えかかった先生なんですね。先生はもう最後の最後まで、ある方はその人はどう生きたかによってその最後というものが分かるというふうな言い方がしていますけども、先生はあのビデオで見ることができるように、もう召される96歳ですけど、天にまさに凱旋する2週間前、本当のところは肺炎でちょっと意識を失ったりしてですね、であまりお話もすることができないような状態にあったのに、家族の人も驚くように突然話し出した。それは、他のことではない、私は16歳の時っていうあの時のことを話しながら、そしてイエス様を信ずることによってどんな罪人でも許していただくことができて、どんな人でも心の中に本当の平安を持つことができる、希望を持つことができるんだ、あなたもぜひこれを信じてくださいよということを最後の最後まで先生は伝えたかったんですね。それほど先生の中にあるものは、自分自身にとってイエス・キリストは全ての全て命であるというだけではなくって、あなたの人生にとってもこれは本当に全ての全てとなる素晴らしい救いなんだということを先生は本当に自分自身が経験し、人々に伝えるために生きてこられたお方だということを伺い知ることができるんですね。先生がいつも好んで語られておったメッセージ、御言葉の一つに、私は福音を恥とは思いません、福音は全て信じる人にとって救いを得させる神の力です。自分の努力や頑張りではなくって、神様が私たちに働いてくださって、私たちを救い、新しい人生へと変えてくださる、そういう力を持つ福音、これが聖書が教える救いなんだということを羽鳥先生はいつも語っておられました。これをご覧くださっているあなたもですね、このイエス・キリストをあなたの救い主として受け止めるときに、あなたの人生も変えられて、本当の平安と希望に満ちた、喜びに満ちた人生を歩むことができるんだということをぜひ知っていただきたいと、そのように心から思うのです。今日の番組いかがでしたか。番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。また羽鳥明牧師のメッセージを聞いて人生が変わったという方もいらっしゃるかと思います。皆様の羽鳥明牧師とのエピソードをお送りいただけましたら幸いです。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらの羽鳥明フォトブックを抽選で20名の方にプレゼントいたします。この本は羽鳥牧師のさまざまな写真とともに羽鳥牧師の思いが紹介されています。またラジオ番組世の光で話されたメッセージ CD と羽鳥牧師が出演したライフラインの番組 DVD もセットになっています。このフォトブック販売されていないものですので、ぜひご応募ください。また今回は特別に羽鳥牧師とのエピソードをお寄せくださった方にはもれなくこのフォトブック差し上げます。皆様のお便りメールをお待ちしています。係への宛先は次のところです。さて来週は津軽三味線奏者の新田正弘さんをご紹介いたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。